はい、皆さん今日も一日お疲れ様でした。さて本日は 2024NBA ファイナルゲーム5、ボストンに戻っての戦いですが、マブスが負ければそこでシリーズ終了。今日はリアタイ解説なのでまだ結果は分かっていません。忙しい人向けにサクッと解説していこうと思います。ぜひ今日もラジオ感覚でお楽しみください。はい、第1クォーター見終わりましたが、マブスちょっとやばいよ。セルティクスはね、まずホリデーのスリップという戦術を使ってきました。楽天 NBA のね、実況を聞いてれば佐々木クリスさんが分かりやすく解説してくれたんですけど、ホリデーがボールを持ってスクリーンを呼ぶんですけど、スクリーンがかかる前にペイントにもうダイブしちゃうっていう形のプレイですね。で、マブス的にはやはりテイタムとジェイレン・ブラウンのマークを厚くしたいから、ホリデーにスリップされると結構空いてしまう。そのまま得点決めるシーンも目立ちましたし、それを逆におとりにしてローテーションでパス回して空いてる人間が打つみたいなオフェンスも結構ハマっていました。それと1クォーター終盤にディフェンスが噛み合って 9-0 のラン。スタメンも結構得点が分散していていい感じでしたね。対してマブスなんですけど、ジョッシュグリーンあたりが結構目立ちます。連続で3ポイント2本決めたりしました。で、今日ポルジンギス復帰してきたんですけど、そう、ジョッシュグリーンがいる時間帯にジンギス当てがわれるとミスマッチ疲れてワンオンワンミドルとか決められがちなんですけど、そこうまーくディナイしてパス入れさせないようにはしていましたね。で、対してカイリーがこのクォーター0得点、ちょっと空気、シュートもそんな打ってない。クリバーなんかもね、1クォーター終盤にワンセンター任されてオフェンスの停滞感拭おうとしたんですけど、3ポイント2本決まらなかった。あとちょっとルカの3ポイントも来ないというところで、マブス20点差に乗せることはできませんでした。10点差ついて第2クォーター突入です。やばいよやばいよ、試合終わっちゃうよ。セルティクス2クォーター序盤3ポイント構成を仕掛けます。そして今日はテイタムが素晴らしい。ここまで16得点9アシスト、キックアウトもめちゃめちゃ効果的だし、ターンオーバーも0、そして自分の得点もかなり決めている。これです、これが NBA で王になれるような存在のテイタムです。ジェイレン・ブラウンなんかも15得点で、1クォーターちょっと苦しんでましたけど得点伸びてきました。あとね、ハウザーがディフェンスリバウンド頑張ってますね。前回セルティクスポルジンギスがいなかったとはいえ、かなりオフェンスリバウンド苦しみましたから、ハウズはここいい活躍しておりました。スリーポイントも2本決めてるしね。で、2クォーター終盤に本日最大21点リードにするプリチャードのハーフコートブザービーター。なんかゲーム1かゲーム2も決めてたよね、3クォーター終わりくらいに。2年前のジョーダンプールに代わってプリチャードがその役を追ってます。いや、それ心折れたな。で、マブスね、2クォーター序盤はカイリーが起きてきたりとかで結構良かったんだけど、ルカのスリーポイントが本当に入らないし、2ポイントなんかも外れ出してる。てか、そしてフリースローマジで入らんね。このせいでマブスも全体的にフリースローもらい始めるんだけど、なかなか点差がつまらない、広がる一方。トランジションに持ち込めばかなりマブスいい得点のシーンはあるけど、ドンチッチにハーフコート組まされるとセルティックスオールスイッチじゃなくてハードショーしてくる場面もありました。そういうディフェンスの細かな変更でかなり苦しんでいる。やめてよ、ゲーム6ゲーム7行かないと今シーズンの動画減っちゃうからね。第3クォーターどうなったでしょうか。ちょっとロースコアな展開だったんですけど、対局は変わらず。セルティックス3クォーター序盤にまた3ポイント構成仕掛けて、一時期25点差まで開きます。別にポルジンギス出てるわけじゃないから。メンツはゲーム4と変わってない状態だったけど、デリック・ホワイトとかホリデーがめっちゃホリデー。オフェンスリバウンドめっちゃ強い。そのせいでセカンドチャンスでセルティックス得点取るシーンも目立ちました。対するマブスなんですけど、カイリーは今からでもロゴに土下座した方が良さそうですね。全然上がってきてません。ルカも結構苦しんでますね。要所で N1 なんか取ったりするんですけど、スリーポイントがここまで6分の0。本当に助手高岸グリーン以外はスリーポイントマブスの選手あまり決めていません。4分の4ですよ、高岸は。最近あんま似てねえと思ってきたけどね。全体で28分の7ですから、スリーポイント。それを見かけてか、きっとちまいました。なんか THA 入ってきました。スリーポイント1本外して足首だけひねって帰ってきました。まあちょっと怪我とかは良くないですけど、やっぱメインの時間で THA のスリーは入りませんね。やばいって、セルティックスわざと負けてホームで優勝かっさらとか言われちゃうってマブス。お願いします、YouTuber 的にはもつれてほしいんです。ゲーム6行ってください。さあ、第4クォーターどうなったんでしょうか。2023-24 シーズン NBA チャンピオンは、ボストンセルティックスとなりました。おめでとうございます。さあ、4クォーターの話ですが、デリック・ホワイト、リーグナンバーワンショットブロッカー、デレック・ライブリーをシャットアウトブロックいたしました。今日いくつかやってるからね、やっぱさすがディフェンシブセカンドチーム。そして4クォーターのテイタムは王の器に覚醒してた。これこれこれ、このテイタムを求めずして何よって話だよ。今日スリーポイントは調子悪かったけど、ペイントタッチは支配していましたね。で、対するマブスなんですけど、DJJ がね、途中交錯があって下がってしまった。
ったりとか、ドンチッチがね、もうセルティックスのディフェンスに捕まりまくってしまって、パスの出しどころすらない状態。だから、カイリーが体勢流れながらのプルアップスリーポイントとかに頼るんだけど、ようやく1本入ったかな？でもほとんど入らずというところで、オフェンスにおいてやることがなかった。だいたい20点差以上点差がついた状態のまま、残り3分切ったところで、タイムアウト使ってマブス投了。カイリーね、今日めちゃくちゃボストンで相変わらずブーイング食らってましたけど、最後ベンチ下がるときに、セルティックスベンチの方に挨拶しに行って、で、セルティックスのアシスタントコーチサムキャセルが、いやもう最後くらい拍手で送り出してやれよっていうところで、カイリー・アービングにも拍手が起こりました。まあまだね、ロゴの呪いは消えてないけど、いい終わり方ではありましたね。で、残り2分30秒くらいガベージでタイムアップ。最後は圧倒的セルティックス優勝が決まりました。はい、では選手評価の方なんですけど、どのみちこの2チームね、クズオレーティングの戦力分析も残してるから、比較的軽めっていうのと、なるべくファイナルだけの評価に絞っとくわ。で、今日マブスの選手 S はジョシュグリーンかな。シンプルにマブス3が今日入らなかった中で、最終的に6分の4 3入れたのは本当に偉かった。彼の3なきゃもっと早く試合終わってたと思います。シリーズ通してみると B くらいですけどね。ルカドンチッチ、このシリーズで一度も25得点を下回ってない。今日も28得点で、スタッツ上はいつも通りなんだけど、もしかしたらシリーズで一番苦しんだかもね。ドンチッチの1対1に誘導されちゃってるし、その後のパスコースも完全に塞がれてたからね、後半は。3ポイント今日9分の2、ここも痛かった。マブスにとっては彼がシステムだからスタッツ上派手になるけど、やはり苦しんだシリーズであることは間違いないですね。シリーズ通すと A にはいかないかな、B っていうところで。デレック・ライブリー、今日も要所でいいリムプロテクトのシーンはあったんですけど、前回ゲームほどのインパクトはなかったね。ポルジンギス戻ってきたとえ、そんなに出てないから、前のゲームほどオフェンスリバウンド取れなかったっていうのも苦しかったところかな。まあ、20歳のルーキー何求めてんだって話ですけどね。でもシリーズ通したら A でいいと思います。オールルーキープレイフチーム作ったら新人王ですね。ギャフォードはね、今日ローテーションディフェンスで苦しんでましたね。やはり横の動きには結構弱いので、テイタムのプレイメイクにかなり振られてしまってゴール下開けられるシーンとか目立ちました。ホリデーのスリップとかにも苦しんだね。まあ、かなりミニッツも少なくなってるので、シリーズ通す難しいね。B 寄りの C ってとこにしとくか厳しく。DJJ 怪我の方大丈夫ですかね。いや今日トランジションでいいオフェンスのシーンはいくつかあったんだけど、やはり 2Js を止めるディフェンダーとしてはこのシリーズ通して機能してなかった。スリーポイント今日1本だけ打たされてるシーンとかあって不運だったけど、ここもシリーズ通してあまり入ってるとは言えない。まあでも最低賃金にしてはよくやったと思います。シリーズ通してみると厳しく C 寄りの D ってところかな。いや、カイリーね、E なんだよ、ほとんど。最終戦でこんだけシュート外すのは先般に近いんだけど、ルカが封じられてる中で4クォーター1人気を吐いていた。まあ、今日はアシストでいい場面とかもありましたからね。いつになったらボストンロゴの呪い打ち崩せるんだろうな。最後のシーンはちょっと良かったけど。シリーズ通してみると、ここも厳しくいこうか。D 寄りの E でいいと思います。ゲーム3だけ大爆発したけどね、ナンバー2としてはそれだけだとちょっといただけないかな。PJ ワシントンね、1クォーターにテイタムブロックしたシーンだけは良かったけど、オフェンスは今日ちょっとひどすぎましたね。彼もプレイオフディフェンシブチーム作るとしたらファーストに入るレベルの選手だとは思うんですけど、やはりなかなかマブスの3番手選手とは言えないですね。でもテイタム苦しめてたのは事実なので、シリーズ通してみると C かな。クリバーね、僕前回の速報でシューターセット増やしてくれっつって今日2本シュート打ってました、3ポイント。全部外しちゃった。まあ、ここが本来入らないとストレッチビッグとしている意味ないですからね。今日はなかなか2ビッグ起用も少なくて1センターの時間帯が多かったです。ディフェンスもちょっとやっぱ前世紀からすると落ちてますね。テイタムに抜かれてるシーンとかもありました。まあ、彼もシリーズ通してみると E でいいかな。ああ、ティムハーメインでちょっと出ちゃったよ。いや、今日3は1本しか打ってねえけどメインの時間じゃ入んないんだって。まあ、彼もシリーズ通してみるともう文句なしでいいですね。あれ？キットいなくね？うわ、キット4人いるのマジで素手忘れてた。まあまあ単純に戦力差だね。このプレーオフ、ルカドンチッチっていうシステムそのものが誰にも攻略されなかった中で、セルティックスのタレント力にはちょっと通じなかった。それ以上の引き出しっていうのもなかったね。でもこのセルティックス相手に1勝引き出したからシリーズ通してみると D でいいんじゃないかな。はい、ここまで連れてきたことをマブ様は感謝するべきだと思います。ガベージメイン選手は飛ばして、さあ、王者セルティックス。まあやはりこの男から行きましょうか。ジェイソン・テイタム。ファイナル MVP はジェイレン・ブラウンに譲ってしまいましたが、今日は文句なし。まあ3ポイント7分の1だけど、ペイントとプレイメイクの両立、そして今日はディフェンスであったり、リバウンドも頑張っていた。何気にフリースローも8分の8 100%。今日はオール NBA ファーストに違わぬ活躍だったと思います。まあ、レーティングの時に詳しく話そうかな。何はともに初優勝おめでとうございます。泣いてましたね。いやー、いいね、やっぱ。初優勝もぎ取った時のエースの涙ってのは普通に泣ける。おめでとうございます。あ、シリーズ通してみると、A にしとくか。ちょっと B 寄りって枕言葉つけるから A マイナスにしとこう。めっちゃホリデー、ドリューホリデー。あなただけリングに
個目かな、本当にディフェンスとんでもねえし、オフェンスリバウンド強すぎなんだよ。シリーズ通してみると、まあ、ほぼ S の A プラスってとこにしとこうかな。デリック・ホワイト、いや、普通にこのペリメーターオールディフェンシブセカンドチームコンビが凶悪すぎたね。で、いつも通り、前半ちょっとシュート外したけど、後半に上げてきてくれた、スリーポイント8分の4、50%。初優勝かな、おめでとうございます。彼もシリーズ通してみると、ほぼ S の A プラスってとこにしときましょう。ジョー・マズーラー、まずはもう優勝もたらしたヘッドコーチ S。シリーズ通しても彼も S にしましょう。散々ね、こんなメンツだったら、座ってるだけで優勝できるわって言われてたけど、やはりマブスに対するディフェンスアジャスト完璧だったし、オフェンスに相手もこのプレイオフ、なかなか爆発的な試合を起こせなかった中で、ファイナルだけ結構いいシーンありましたよね。お疲れ様でした。実は、ホーホードリとしたの35歳かな？これからポポビッチ化していくかもしれません。楽しみにしていきましょう。ホーホード、いや、マジで彼に一番リング取ってほしかったんよ。17年目、38歳。プレイオフは今季で15回目。186試合目にしてようやくリングを勝ち取りました。まあ、東を支配してた化け物のせいなんですけどね。今日も地味な役割でしたね。要所で、いやらしいディフェンス、そしてリバウンド、スリーポイント3分の2も決めてます。マジでおめでとうございます。お父ちゃんも喜んでましたね。JB ね、意外と今日シュート効率だけ見るとグロいけど、ルカへのディフェンスは結構良かったですね。で、やはりこのシリーズ、ゲーム3まで引っ張ってたのは JB ですから、ファイナル MVP 文句なしだと思います。おめでとうございます。てかまあ、周りが勝手に 2J's っつって、テイタムの方が上ってなってるだけで、俺はもっとジェイレン・ブラウンがテイタムからその地位を奪うくらいな活躍はしてほしいと思ってたから、いつも。報われて良かったかなと思います。ただ直近2試合ちょっと落ちてきたから、S でもいいけど、S マイナスってつけていいんだったらそうしたいかな。A プラスかもしれん。ポルジンギス、足の具合どうでしょうか。まあ、彼もゲーム1めちゃめちゃ活躍して、まあ、その後怪我で苦しんだところもあって、派手な活躍はゲーム1以外してないけど、いるだけで意味ありますからね、ポルジンギスの場合は。シリーズ通したら B でいいんじゃないでしょうか。何気に古巣のマブスに復讐って言ったらちょっと失礼かな。見返してやったとは思うので、初優勝おめでとうございます。ハウザー評価難しいんだよな。でも今日はすごく良かったと思います。ガベージで3ポイント外してただけでメインで2本入れたのはめちゃめちゃ偉いし、リバウンド今日頑張ってましたね。ディフェンスもいつもルカに狙われてる割には頑張った。でもゲームごとに調子の波激しいからな。C にしとこう。プリチャードね、今日1分しか出てないんだけど、前半終わり際のあのハーフコートブザーあったからそれだけで B にしよう。でもシリーズ通してみるとめちゃめちゃ苦しみましたね。ルカへのマンディフェンスは良かったけど、オフェンスはやばい。だからこそ今日1分しか出てないわけだからね。まあ、シリーズ通してみると申し訳ないけどいいかな。で、今日出てなかったからティルマンは評価つけてないですけど、彼も頑張った試合があったので、シリーズ通してみると C だと思います。何はともあれ、ボストンセルティックスは2008年だから16年ぶりやってんのかな。優勝おめでとうございます。ほとんどの人間が初リングですね、ホリデー以外。一応ね、4勝1敗のファイナルですから、つまらなかったと言われてもまあしょうがない部分はあるかもしれないけど、圧倒的な力の差見せつけて優勝したってこと自体はすごく評価していいと思います。まあでも23、24シーズンってレイカーズも優勝してるからね。シーズンこれから勝ち出てくるんだから、お前18回目のバナー掲げて調子乗んなよ。はい、というわけで本日をもって NBA2023-24 シーズンは終了いたしました。今シーズン私、小弱動画毎日1本、ショーツは2本以上、3本4本上げる日もあったけど、シーズン開幕してからこの日まで一度も休むことなく続けてきました。39度の熱が出て喉が潰れようが、水原一平がショックを起こして、スポーツベッティング企画がおじゃんになろうが、ロサンゼルス現地行って観戦もしてきました。プレゼント企画もやりましたね。おかげさまで昨シーズン終わった時の登録者は大体1万超えてたかな。現在ね、私撮ってる時間帯69,900ちょっとぐらいなんですけど、動画出してる頃には多分7万人くらい行ってると思います。約6万に行かないくらい増えました。ひとえに皆様のおかげでございます。お付き合いいただきありがとうございました。が、まだ俺のオフシーズンは来ていない。なぜかというとドラフトがある。そして FA とかトレード市場も来る。で、今年はその後にパリ五輪がある。休まない。俺の本当のオフシーズンはパリオリンピック終わってからだ。というわけで、明日からも変わらず毎日長尺動画1本、ショーツ2本以上上がっていくと思います。まあ、何かしらの事情でショーツが1本減るとかはあると思うけど、明日からも変わらずお付き合いいただけますと幸いです。まあだからあれだね、 NBA YouTuber MVP は俺だね。はい、年内10万人有言実行を目指して頑張ってるんで、口だけじゃないです。ぶち上げていこうぜ。俺がこの閉鎖的な NBA コミュニティ広げてやるよ。ではでは、また来シーズンじゃねえな、明日お会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよならっす。